ブリン、サブリン、サブリン、サブリン、チャンネル、さあ、始まるよー。サブリン！おはようございます。サブリンこと、マセミです。そうなんですけど、はい。なんか、たまに僕、エミリーさん、この日撮影したいんだけど、っていう時とかに、その仕事があってとか。あ、ありますね。本業がね。あるじゃないですか。はい。で、そういう時になんかちょっと悪いなと思って、サブカメラマンというか、一応、補欠というか、僕が行けない時に、ちょっとお願いする人が。まあ、でも確かに、そういう人一人いてもいいかもしれないですね、みたいな話、前ちらっと出てたから。そうなんですよ。なんか、でも、この人お願いしますって、ちょっとあれ怖いんで、何人かこうちょっと考えてるので、今日一人目の方とちょっと会って。ああ、なるほど。いいっすね。で、第一候補ちょっと今日。どういう方ですか？どういう方？一応まあ僕的にこの人でいけるかなと思ったんですけど。へぇ、まあ、おしゃべりうまくて、頭の回転早くて、で結構トレンドとかも詳しいというか。へぇ、男性ですか？いや、それもちょっと回ってから。ああ、そっか。まあんま言い過ぎたらあれですもんね。そうですね。ワクワクします。ああ、よかったです。はい。ちょい迷ってるらしいんで、ちょい待ちですいません。了解です。で、ちょっとその時が来るまで。タイムスリップ！はい、というわけで、まもなく装着する。迎えてきます、僕。あ、了解です、了解です。一応、なんか出会いのファーストシーンを教えてもらう。これマジかですか？あ、了解です、了解です。あ、じゃあ次、ケイ君がもうガチャって帰ってきた時には、もうそのカメラマンさんと一緒に来るってことですね。あ、そうです、了解です。なんで、ちょっと普通にしてください。普通にして、はい、了解です。僕、たまに尊敬する人いますかと聞かれるんですけど、基本いないって言ってるんですよ。この人のこの能力はすごい。すいません、いやいや、こんなとこまで、こんなとこまで、いやでも近所でしたね近所でした。エミリン家が緊張する。緊張しますよね。ああ、いやでも緊張する必要ないじゃないですか。だって慣れ親しんだエミリン家。僕っすか？はい。いや、なんか2人が会うのがですよね、はい、ちょっとやばいわ。どうしましょう。はい、お疲れ様です。はい、お願いします。お邪魔します。お願いしますちょっと待ってください。ちょっと待ってください。エミリンさんちめっちゃ白いですね。そんなことどうありますよ。どういうことですか？新カメラマン候補の。一生懸命撮ります。ちょっと無理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 。なんで？嬉しいな。嬉しいな。っていうドッキリです。いやー、ちょっと待って、無理だ。人って本当にびっくりしたら言葉が出ないんだ。いや、嬉しいです、そんなびっくりしてもらえて。だって、いや、そんな、そんな、ほんすごい、ほんまだって。座ります？ちょっとすごい、うん、おお、すごい、なんかエミリンの世界観にいるっていう感じで嬉しいです。そいつかな。私、役者から行きましたもん。いや、そうですよね。そう、サシナさんと私、手握ってますからね。手握ってる。二度目ましてですから。失礼いたします。いや、すごい、このカメラマン、それを、こし、ちっちゃくうわっちっちゃ、なんだこの可愛い着物。ちょっと待ってください、本当にどうしたらいいか分かんないよ。いや、私もです、めっちゃ緊張してます。しかもさっき、あのセブンのつなぎも知ってます？美味しいやつ、これちっちゃいやつ。いや、分かんないです。それ普通に食べちゃって、普通に多分私臭くて、それが困ってて、嗅ぎたいです。ケイコさんの嗅いできたいレベル、めちゃくちゃ男みたいな喋り方になっちゃう。どうしよう。やばかったですよね。全部半角かなの。あ、そう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 、全部半角かなの。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、お邪魔します。ありがとうございます。実はこれ経緯があって、はい、T 君と私面識があって、知ってますよね、共通みたいな。ちょっとそのお仕事の関係で、そうそうそう、一緒になってるっていうのを知っていて、もともと仕事の関係など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 で、うんうん、でエミリンさんやってるのも知ってたから、いつか会ってみたいんですよねって話をしたら、じゃあコラボなんてやっちゃいましょうよみたいな。すごい。私は結構それこそ雑誌とかのインタビューとかで、憧れの人はみたいなやつとかもめっちゃ指原さんの思い出して。絶対嘘ですやん。え、マジですよ。はい、指原さんの顔面見ながらメイクとか結構見てますもん。リリミューも買いましたし、嬉しい。トパーズも、今日トパーズして、嬉しい。なんかマジで申し訳ない、急に来たのにめっちゃ、だからただのファンなんですよ。本当にファンで上がり込んじゃってるんで、結構危険です。本当、おたつながりだ。普通に危険です。ちょっと待って、私エミリンさんにお土産持ってきた。やったー。本当ちゃんとしたやつ買ってきたかったんですけど、買いためてるプリン。嬉しい。これで、おすすめのベーグル。これおばあちゃんのやつですよね。美味しそう、ありがとうございます。冷凍しといてください、暇の時食べてほしい。あ、了解です。何歳でしたっけ？今年28です。あ、私今年29だから1個下。1個上。じゃあタメ口にしましょう。いいですか？うん。そんな世界線あっていいんですか？家近いから仲良くなりたいです。嬉しい。家近い友達って最高じゃないですか？最高ですね。私もうすぐ出ていきます。じゃあ、なんて呼んだらいいですか？あ、じゃあ、どうします？呼んでほしい呼び名で何でも呼ばせていただきますよ、姫。じゃあ、サッシーにしましょう。サッシー。あ、嬉しい。サッシーエミリン。でもなんか2人ともなんかもっとオタクなんで。確かに。エミリンさん、逆にタメ口だったらやりづらいじゃないですか。サッシーはサッシーにします。あ、うん、はい。あだ名なんで、うん、サッシーは。さかなクンさんみたいなのと変になって。確かに。みたいな。あだ名は OK でしたね。サッシー OK。
え、ちょっと何の話しよう。どうしたらいいですか、とりあえず。あの、無限の握手会でしたっけ。あ、はい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 。でも、いいんですか、逆にそれで。やっていいですか。もちろん。え、なんかそう、私その時にめっちゃオタクとして知りたかったのが、あれ10秒っていう時間の中で、どういう爪痕の残し方をしたら、その、ありがとうございます。あ、そういうこと、そういうこと。あ、そう、10秒っていう時間の中で、どうやってアピールしたら、変なやつだなとも思われずに、ちゃんと爪痕残せるんだろうっていうのずっと考えてて、爪痕残すやつはやっぱ変なやつですよ。あー。なんか、なんなんでしょうね。でも、覚えるんですか？めっちゃ覚えてます。ファンの人のこと、すんごい覚えてます。この人強烈だったなーっていう方、一人ちょっとなんか、どういう感じかだけ教えてほしいです。握手会の時って、ニックネーム決めてくださいって。あるじゃないですか。そういう時に例えばたかしって言うんですけど、だったらたっくんとか、私もすぐ言えるんですけど、その時ニックネーム見た目で決めてくださいっていう人が来て、ものすごいハゲてたんですよ。おで、もうそこでしか私は目がいかなくなっちゃって、でもめちゃめちゃ初対面みたいなファンの人にそういうの失礼じゃないですか。一生懸命一生懸命うんって考えて、チェックの服着てたから振り絞ってチェックくんって言ったら、ここいじらんのかいってかい、めっちゃ可愛いですよね。そういうなんかポップなファンの人とかはすんごい覚えてますね。確かに。でも上手いですよね、絶対。一回でやってみます。一回ですか、うん、私ちょっと手洗おう。え、なんて言ったらいいんだろう。エミリンさん手洗ってください。はい、あれやってきます。こうやってエミリンがいない間に、エミリンの視聴者にドリンクしとこう。ちょっと一回、あれ、10年前のエミリンバージョンでやりました。2011年。うん、お願いします。エブリデイカチューシャの時の。じゃあ、どうぞ。はい、ありがとうございます。あ、すいません。お願いします。こんにちは。ありがとうございます。大好き。全然爪痕残せてないじゃないマジで。なんか10年前ダメだったからリベンジしたいんですよ。じゃあこれちゃんとしてください。はい、この10秒で爪痕残したい、欲しいです。そのために例えばこういうことしたらどうですか。あー、なるほどなるほど。アドバイスよりもエミリンさんがアイドル役で、はい、サシアさんが翻訳で、ああ確かに、ああなるほどね。いきますか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。エミリン、あー、エミリン見てる見てる、やってる、ありがとう。あ、もうです、もうです、もうもうもう、むずいんですよ、握手。10秒難しいですね。ちょっとわかりました。一回言っていいですか？あ、電話かってきた、エリミン。え、マジですか？うん。あ、もう、無視しましょう、無視しましょう。はい。ありがとう、また来てね。ありがとうございます。あ、はじめまして、私。お、お、松戸の橋、また話してー。どうですか？よくないかも。よくない。なんもじゃあ、普通がいいのかもしれない。どうしよう。でも覚えてほしいです。覚えてほしいから。やっぱオタク心理としては、ちょっとでも印象に残りたいです。プレゼントしてるものを言うとか。あれ送りました。嬉しいプレゼント覚えてるから。うんうんうん。え、何でした？私はお米を毎年送ってくれる人がいた。すごっ。米農家の方で、え、めちゃくちゃいいじゃないですか。嬉しかった。確かに。あ、いけますこれ。え、そう、これ勝てるわ。本当？もう見えました、勝ちが。はい、ありがとう、また来てね。ありがとうございます。こんにちは。あ、グラノーラの。いや、キモいでしょ。グラノーラめっちゃ送ってくれる。グラノーラ好きでしょ。好き好き好きだけど、なんか食べてるイメージあるから、グラノーラみたいな。いや、それにしてはさ、グラノーラのめっちゃキモかった、見てほしいな。あとはもう目力かなと思って。おもろ。グラノーラ相当響きましたわ、自分の中で。え、でもいいじゃないですか、グラノーラ実は正解なんじゃない。てか大喜利うますぎません？大喜利じゃないですか、これ一種の。いや、全然全然、いや、サシラさんが食べてるものですよ。面白い。これ今聞きました。面白いだって。かわいい。なぜあんたかわいい。誰？マジ？もうじゃ全然見てない。なぜあんたかわいい。全然普通の声が変わった人。え、これフワちゃん似てません？全然似てない。エミリーめっちゃ変だわ。やっぱ面白い。え、本当にさっしゃらさん聞きたい話とかしたい話いっぱいあります。あ、じゃあ何でも何の弱い話でも話しますよ。恋愛相談とかしたいしな。それはじゃあ私のチャンネルでやりましょうよ。あ、確かに。恋愛相談も全然。はい。YouTube ってどうですか？今何年目ですか？今4年目になりました。すごい。長い。どうですか ?4 年目に差し掛かって。楽しいんですけど、うん、何？あ、仕留めました。すごい。仕留めました。YouTube は楽しいんですけど、うん、分かりやすいゴールとか、ここが目標みたいなのを、最初はなんかとりあえず登録者数100万人って思うんですけど、うんうん、その先になると、同じことの積み重ねとかにやっぱどうしてもなっちゃうたりするので、うんうん、自分で自分のなんか刺激を作るのがちょっと大変だなと思ってきた時期です。そんな時期に差し掛かるんですね。まあ楽しいのは楽しいです。綺麗になって、綺麗になっていく過程を見せるのがいいですよね。でもそれじゃ悩んでて、なんかそれが嫌っていう方も多いです。調子乗ってるとか、いや、
そこお前に期待してないからみたいな、あ昔の方が良かったけど笑えないからやめてくれみたいな、ただの昔のヘタレキャラから、今のプロデュース系とかってマジすごいマジすごい、ずっと言ってますマジで。指原さんも最初って多分ご自身で、なんか指原ブスなんでみたいな言ってたじゃないですか、それをどっかからか上手に多分自分で決めて言わなくなって、確かに言わないかも、もうそうなんですよ。でも今他人からそのブスいじりとかをしてもらってることに対して100点の回答をするけど、自分から私ブスなんでとか私ってあれなんでって自分の下にお一線見せないんですよ。テレビ見てるじゃないですか。そう、でも研究してました一時期、そう指原さんはどうやって食べるんだろう、早口、早すぎました。そう、熱量高すぎて。えでも確かにその多分コメントとか見てるとそういうのもあるのかもしれないけど、100人ファンがいるとするじゃないですか、その100人それぞれ好きなエミリンが違うから、その100人に合わせることは絶対できないじゃないですか、はい、だからもし10人いなくなったらその90人がもっと好きになってくれる努力をするべきだしっていう話を宮脇さくらにしました。偉そうに2回目なんでうまいんですけど、いやでもそうですよね、そうそうなんですよ、でもやっていくのの人がいるのは仕方ない、だってその自分の成長ってあるじゃないですか、うん、例えば私は YouTube しない絶対しないって言ってたのにめちゃめちゃしてるし、うんうんうん、その絶対なんて人間にないんですよ、おだから、はい、エミリンがずっと昔のその芸人ツインテールエミリンでいる必要はないと思うし、うんうん、だったらその人たちがいなくなった分別でファンになってくれる子がいるようなことを努力すべきというか、ちょっと元気になりました。確かにその昔言ってたことにとらわれるのめっちゃわかる、あーそう昔まではそのなんて言うんだろう、女あるあるみたいな言うじゃん、すいませんなんかムカつく女って最近なかったですかね、めっちゃ言われます。でもそれは私のいいところっていうか、みんなにそこがいいよって言ってもらってるポイントだから全然言われるのはいいんだけど、そう言いすぎてそれに縛られちゃってる。空の画像を上げる女って何なんですかみたいな言うじゃん、うんうん、私めっちゃ空の画像を上げたいもんね。なるほど、あ、わかります。だから私もエミリンも昔までそのなんでこの女、何何こんな女いるよねすごい嫌みたいな、それに縛られちゃうよね。はい、私もそう。私は毎回ねテレビでもいや本当にそういう女が羨ましいから見て言ってるんですよって言ってるんだけど、それは切られちゃうから、うん、そこが伝わらなくて、うん、あれなんだけど、やっぱ憧れはあるじゃん、そういう。ありますあります。それこそなんかね、インスタグラマーみたいな人とかめっちゃ羨ましいですもん。そう、羨ましいよね、はい。あんな華やかに行きたいからこそ皮肉とか、ひねくれた心でそれがムカつくって言ってるわけじゃん。はい、でもその過去の自分に縛られすぎない方がいいと思う。もう嘘つきって思われても仕方ないよね。じゃあ私、港区女子になりますわ、やっぱ。それはそれで違う。だから羨ましいじゃん、寿司を一回一回ストーリーにしたから。そうそうそう。ウニを手渡しされてるさ。ノリに乗ったウニをこうやって最初に手渡したら、うらやましいから、ガラスの靴みたいな肉寿司とか食べたいし、なんで港区女子あるある出てくるの、スモークされたね肉がね、これもういいっすよ港区女子あるある、もういいっすよ。それはさ、うちら乗せる時ってさ恥ずかしくてさ、ちょっとその港区女子っぽい笑みたいな感じで書いちゃう、それを堂々と乗せられる人になりたいです。でそれが幸せなのよ。私だって昔スタバの写真上げてる人全員に文句言ってました。それハードル低すぎない？浅はかなディスしてたんで。私が一番最近撮った写真見せるね。え、これやばいです、これも全部です。その名古屋の前で撮ってるっていう感じとかももうなんか嫌ですね。まさかまさかですよ、愛知限定の今やってる。そうですよね。新幹線の感じとかも。これは恥ずかしくて載せなかった。女神様みたいな人がやっぱ笑ってるところが、ちょうどこう、正面に来てる時点でやっぱりちょっともう、私の中で。一回撮り直して女神を正面にして、もう、私直してる。女神をちゃんと、女神が盛れるようにしてあげてる。だから私は本当にそういうことやりたいの。やりたいですよ。私も一緒です。一緒なのに、それをなんか昔に調子乗って言っちゃったがゆえに、できなくなっちゃった足かせがあるから、自分のせい、過去の自分のせいではあるんだけど、その自分をもう、ぶん投げるしかないよね。それを好きって言ってくれてた人には本当に申し訳ないけど、確かに確かに、みんなさ憧れはあるじゃん。ありますし、私もこれからもインスタ女子のこととか言うけど、その羨ましさなんだよね。それです。いや本当に分かってください、羨ましさです。もう絶対編集でカットしないで言っときましょう、声を大きくして羨ましいだけです。そんな感じで結構じゃあ撮らせてもらったんで、撮れたかバッチリ、うん、はい、めっちゃ楽しかったです。またね、ありがとうございました、バイバイ。動画もあるし、私の方にもつながるので恋バナしましょう。わ、やったー、恋バナします。嬉しいです、ありがとうございます。なんですかポーズ、達成でも私、そのバイン時代のエミリンフォローしてますもんね。私、バインやってないっすやば、虚言。ツイッター動画。虚言タレ、あ、ツイッター動画。ツイッター動画で最初見たときに、面白いと思ってフォローして、そこでファンだったから、みたいな感じで。そうそうそう。で、私が悪いんです、もう皆さん。本当に私が悪い。最後から言っていいですか、はい、最終的に言うと私、今、フォローしてないんですよ。そうですね。フォローしてたんですけど、フォローしてなくて、今は。はい。その理由が、某社長が、某社長。DJ 社長が、まあ、どうこうみたいなドッキリみたいな、一番話題になったセクハラドッキリみたいな、でセクハラ、なんかパワハラみたいな感じで、私はそれを結構本気で信じちゃって大丈夫かなって心配しちゃってたから、そのドッキリだったことがショックだったんですよ。はいはいはい、はい、でその時にエミリンがそれをなんか
なんかちょっといい感じのこと言ってたから、はい、あそうかそういう考えならと思って外しちゃったんですけど、でもその時私がねダメだったのが、はい、ちょっと皆さんなんか落語家さん、エミリンはエミリンの関係性があるっていうのを理解できてなくて、その時今だったら理解できるんですよ、多分つながりとかもあるし、ユーチューバー同士の、そうそうそう、いやでもあれは普通に私が悪いです。あの私からしたらなんか当時 YouTuber とかが全然まだ世に出てない時にマキシマムザホルモンとコラボして、うんうんうん、あれやってるのすげえなみたいな感じで、その内容をあんまり考えずにすげえみたいな感じで言っちゃったんですよね、うん、でも確かにファンの方とかもえんじゃななんであれをすごいって言っちゃうのってのでめちゃくちゃやっぱだから指原さんみたいな感じで言われた方、思われた方が多かったから、だから私は今フォローちゃんとします、もうごめんなさい、もうね、しかもタイミングを失うじゃないですか、そうなったら一度、でもそれはもうなんか全然こっちが悪かったですって感じです、あれは本当に違うの、私がちょっと演技っぽく違うの私がレアさんからフォローしました、ありがとうございます、話はしてすみません、ありがとうございます。